パラノさん、帰ってなかったの？モンドのうっかり冒険者じゃないか。サイリスと一緒に雪山に探検しに来たのか？寒い。アクション。雪から掘り出してあげた後、ずっとここにいたの？道に迷ったんだ。すまない。凍え死ぬ。もう動けない。はあ、パラドさん、雪山の旅を甘く見すぎ。でもこの様子じゃ支えてあげないと歩けないよ。だとしても放っておけないだろう。確かに。すみません、旅人さん。代わりに謝るね。他の人の心配をしてる場合か。あ、またファギーだ。我々がここに来た理由は分かっているな。剣を渡さない限り誰も返さない。ダメ、剣を渡さないで。その息だ、さっさとやっつけよう。パラドさん、安全な場所に行こう。さあ。誰も逃がさん。その剣は偉大な執行官淑女様に献上するのだ。騒がしいと思ったらやはり君たちか。何を争っていたんだい？アルベド先生、わざとじゃないんです。スクロース、君は資料を整理していたのだわ。なぜここにいるのかな。しかも氷に覆われた場所でこんな危険な相手と戦うなんて。オイラまで申し訳なくなってきたぞ。私はただ、ごめんなさい、ごめんなさい。私はたまたまここに。ふん、何か君の興味を引くものでもあったのかな。全部教えたのか。剣の力と由来についてしか教えてないし、触らせてないぞ。そこはちゃんと気をつけたからな。いいさ、どうせ隠し通せなかっただろうしね。スクロースの知識と秘密に対する探求心は非常に錬金術の研究に向いているよ。もう迷惑かけません。私が新しく開発した種が4倍大きいスイートフラワーにかけて誓います。迷惑だなんてことはない。ただ心配だっただけだ。次からは気をつけるんだよ。それでそこにうずくまっている冒険者はどうしたのかな。先ほどの戦闘中、私がパラドさんを守っていたので多分怪我はしてないと思うんですけど。寒い。さっきの戦闘中じっとしてたから体が冷え切ったみたいだな。わあ、そんなことになってるなんて思いもしなかった。私のせいですみません。アルベド先生、少しパラドさんの様子を見てきます。ああ。スクロースは頭が固いけど心の優しい子供だな。確かに。スクロースは目を離すとすぐ変なところに行ってしまうんだよ。そうだね、心配するな、怒っていないよ。お？なんか剣が光ってないか？おや？また変化が。剣の力がさらに強くなっているようだね。何があったんだい？この辺りのファデュイはただものじゃないようなやつが何人もいるんだ。前にはなかった新しい力か。だから剣が大幅に成長したんだね。寒い。もう少し頑張って。あれは火？火だ！火に当たらせてくれ！待って！
竜の力、竜の生命力は枯れた植物をここまで復活させられるのか、実に不思議だ。ただの枯れ木かと思ったのに怪物だったのか。丸呑みにされるところだったな。でもなんでよりによって今日突然こんなことが起きたんだ。剣が地面に落ちた衝撃で力が外に流れ出たのかもしれないね。すまない、ここにいさせてくれ、頼む。もう絶対に変なことはしないから。あ、パラドさん、そんな地面に生えてるキノコみたいに膝を抱えなくても。はあ、給湯時がこんな場所で枯れていたのはもしや汚れた力を吸収できなかったからだろうか。旅人の能力によって浄化された純粋な剣祖力は怪物を復活させただけでなく強化までしたようだね。そして純粋な生命力は再生力も上げるようだ。僕もこんなことは初めてだ。このような珍しい状況に遭遇できたのもある意味では収穫かもしれないね、スクロース。あ、はい。あの冒険者をキャンプ場まで送ってくれるかい。わかりました先生。ここの問題に関してはすまないが再び君にお願いしなければいけないようだ。予想外の面倒事も頼まれるなんて、オイラたちますます強くなるよ。